今世界に最も近い男西岡俊明、94年にデビュー以来25戦で21勝3敗1分け左腕から繰り出す必殺の一撃で数々の KO シーンを演出、天才西岡の名を欲しいままにしてきた。西岡俊明、右から左一番階級の4位、ジャッキー・ハヤです。27人は彼をこう呼ぶ、スピードキングと。去年西岡初の世界戦、あの辰吉を2度下した男ウィラポンを相手に前戦するも結果は判定負け、連勝は14でストップ。天才が挫折の苦みを知った。今日の試合は秋に世界再挑戦が予定されている西岡にとって絶対に負けられない前哨戦となる。試合時間より、入場の方が長いと思うんで、入場からしっかり見てください。よろしくお願いします。さあ今西岡がゆっくりと現れた。戦いの舞台を天才ファイターは関西から東京へ心機一転、名門帝拳ジムから再び世界の頂点を目指すファイティングロードをゆっくりと登り始めた。西岡が去年はまずこの第一戦を簡単にクリア、そして今日もこの試合に臨んでいます。今日のこの試合準備はパーフェクトに整いました。相手のことも研究はしています。しかし西岡のファイナルターゲットはあくまでも世界。この試合の次に用意されている世界タイトル挑戦は万が一今日敗退に終われば瞬時に幻のように消え去っていくのもまた事実。西岡に失敗は許されません。Please welcome to the ring WBAランキング3 WBC バンタムウェイトランキング6、年岡西岡。 Would you like some coffee? Yes. 世界をターゲットに西岡俊明世界タイトル前哨戦バンタムウェイトプロボクシング10 rounds Red Corner 31戦22勝 14KO9敗 Former MexicoSoutheast Champion, former WBC Espanol Champion from Mexico, Samuel Ventura! Blue Corner, 25戦21勝 12KO 3敗1分け Former 日本バンタム級 Champion, WBC 3位 WBC 6位 Taken Boxing Gym, Toshiaki Speed King, Nishioka!Today judge JBC Kazuo Abe.今世界に最も近い男西岡俊明、その西岡にとってクリアしなければいけない世界前哨戦のリングを迎えました。相手はメキシコの26歳サミエル・ベントゥーラです。バンタム級の10回戦スピードキング西岡、今日はどんな KO シーンを見せてくれるんでしょうか。第1ラウンドのゴングを迎えます。黒のトランクス、身長170センチ、サウスポースタイル、画面の向こう側が西岡俊明です。そして同じ黒のトランクスにシルバーのサイドラインが入っています、メキシコのサミエル・ベントゥーラ、こちらは右構え、身長169センチです。まず右をついていきました西岡、ガードを高く上げています。ベントゥーラも右のボディを打ってきました。軽い左です。ベントゥーラ、サウスポースタイルの西岡俊明、今日が26戦目、これまで21勝のうち12のナックアウト勝ちがあります。去年の6月14連勝で臨んだ初の世界挑戦 WBC バンタム級チャンピオンのウィラポンに判定で敗れました。そして去年の9月に生まれ育った加古川から東京の帝拳ジムに移籍しました。去年の11月にヘラルド・マルチネス、当時世界7位だったマルチネスからダウンを奪って判定勝ち、再起を飾っています。さあワンツーだ、出る西岡が左を出しながら前に出ていきました。
今日のこの世界前哨戦のリングをクリアすれば次は2度目の世界挑戦が待っています。日本期待のホープ西岡俊明です。右を見せました西岡。ベントゥーラも右のボディを打ってきます。リング中央、相手の動きをじっと見ている西岡、ガードを高く上げた。再三フェイントを見せています西岡。右を伸ばします。相手との距離を測っています。左右に小刻みに動いています西岡俊明。ファイティングハダさん、立ち上がりの西岡どうですか。そうですね、ちょっと気負ってる感じですけども。あ、そうですか、ね、非常に、はい、よく見てますよ、はい、ただベントランよく打ってきてますよね、はい、右から左打っていきました西岡。それに惑わさないぐらいでいいんじゃないですかね、はい、よく見てますからね、はい、左ボディーだー。挑戦クリアしました西岡。最後は光のボディーブロー。まあ、最後という最初の一発ですね、はい、うん、いや鮮やかな浜田剛さん、まさにワンパンチ。ちょうどですね、ボディへのヒザラッパーというのを練習したんで、はい、まあ、練習が出たと、はい、出たらノックアウトできると、いうことの証明になったんじゃないですかね。全く表情を変えることがありませんでした。まだ第1ラウンド2分が経過したかどうかというところで西岡のさあそのノックアウトシーンです。ストレートですね、まっすぐですね、まっすぐ伸びました左のボディーブロー、はい、ちょうど相手が右ボディ狙っていたところにカウンターでボディ入りましたね、はい、長嶋健吾さん、同じ世界を目指す身としてこの西岡今日の試合どういうふうにご覧になりました。いやー、はい、やっぱ刺激受けますね。そうですか、はい、あの浜田剛さん、はい、なんといっても西岡の持ち味はこの左ですよね。そうなんですね、この左を生かすために、はい、今回右の練習したんですね。あ、そうなんですか、まあ、はい、見せないまま終わってしまいましたけどね、定見にやってきて半年経ちまして、とにかくディフェンスから常に打ち返せるバランスを今作っているところなんだというふうに本田会長、笠井雄一トレーナー浜田さん話していたんですが、そうですね、まあ、それを見せる前に終わってしまいましたけど、まあ、ちょうど、今ヒザラッパーって言ったんですけど、ヒザラッパーずいぶん練習したんで、はい、左のストレート、まあ、真っすぐ出ましたね。真っすぐ伸びました左のボディーブロー。いや、しかしこの試合を見るとファイティング原田さん、はい、ますます世界へという期待膨らみますね。そうですね、やっぱりもう負けられませんからねこの試合はね、はい、でも非常に勝ち方にどういう風に勝ち方にするかなって思ったら素晴らしい内容ですからね、はい、見事なワンパンチノックアウトでした西岡です。いや、早かったですね。ありがとうございます。まだあなたの放ったパンチでベントゥーラは倒れたままですよ。そうですね、はい。公約通りに入場の時間よりも短い試合でした。あ、もうそれはもうね、いや、たまたまなんですけど、すいません。もちろん次の世界戦もこういう結果を期待していいですね。そうですね、まあ、結果はね、KO は別に狙ってないんですけど、一生懸命頑張ります、はい、世界タイトル奪取を宣言してリングを上げてください。そうですね、次は、もっともっとベストを尽くして、皆さんの、期待に応えれるように頑張りたいと思うんで、皆さん応援よろしくお願いします。素晴らしい1ラウンドノックアウト勝ちの西岡選手でした。西岡が目指す世界最挑戦、現在 WBA チャンピオンのポーリー・アヤラは3月30日にペナロ・ガルシアと防衛戦を行います。 WBC チャンピオンのウィラポンは5月14日に指名挑戦者の挑戦を受けることになっています。今日の試合、見事な1ラウンド KO でクリアした西岡俊明。帝拳ジムの本田会長は WBA、WBC 両方視野に入れてタイトルマッチの交渉にこの試合後入ると明言していました。世界がはっきり見えました。